車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト、ツッチーパフォーマンスです。今回はボンドショップ名古屋でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのはいつもの飯村店長です。よろしくお願いします。お願いします。今回紹介する車がこちら、はい、やってきました、はい、新型 SL43 ですよね。43です。はい、順番に紹介しますけど、はい、僕待ってましたってやつなんですよ。いや、これも僕も待ってました、はいはい、で一足先に、まあ、各種 SNS だったりだとか、はい、あとブログなんかでもご紹介させていただきましたし、うん、つい先日のイベントでも展示させていただいたんで、あ、見たことあるよとか、はい、チェックしてるよっていう方も多いと思いますけれども、今回完全体になりましたんで、はい、まあ、その辺も踏まえて詳しく紹介したいと思います、はい、でオーナー様ちょっと触れていいですか。はい、既存のお客様、あ、今回初めて。あ、そうなんすか。はい、 SVJ の、はい、オーナーさんいますね。339キロ出された、はい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 、あの方のご紹介。あ、そうなんですか、はい、で、はい、ショーにも出す車を、はい、まあ、作らせていただくという、はい、まあ、ありがたいですね。ありがたいです。で、SL43 ってまだカスタマイズしてる車って少ないですよね。多分ほぼいない。ほぼいないですよね、うん、っていうのはパーツがまだほとんどないないっすよね、まあ、うん、そう、結局肝心な足がない。まあタイヤホイールはね、オーダーなんであれですけど、足がない、うん、あとは順番的に43が先出たんで、そう、63待ってた方っていうのが結構多いんじゃないかなと。あ、確かに。なんで43のカスタマイズっていうのは結構珍しい、珍しいところかな、はい、なんであの世界的に見てもいじった車って少ないと思う。多分いないです。ですよね。車高下がってる43はいないです。こんな車を今回ご紹介させていただきます、はい、で色いいですね。色いい、毎回何か言ってますけど、はい、色いいですね、はい、ソリッドグレー。これソリッドなんですね。ソリッドです。だからこれ見ると分かるんですけど、メタリックも入ってないけど、うん、パールも入ってない、はい、本当にザ・ネズミ色。そう、ネズミ色。これいいっすねなんかあの SL っていうともう白、はい、あと黒、はい、定番じゃないですか、はいはい、そこに来てグレー、はい、グレー。しかもこのソリッドのグレーって、はい、なんかすっごいおしゃれな感じしますね。そう、最近のメルセデスって感じだよね。確かに確かに確かに、うん、そしてあとは細かいそのペイントカスタマイズとかっていうのは今回はしてないんです。全くしてないです。あくまでさらっと、はい、ということする気もないです。あ、する気もない、はい、というわけでもう本当に王道の、はい、ローダウンタイヤホイールでこんだけかっこよくなるんだぞっていう車になってるから。そうです。あとプロテクションとかは貼ってないです。あ、貼ってないんです、はい、じゃあ本当になんかこうもうスタンダードっていう感じの外観なんですね。そう、はい、でそんな外観の SL43 に履かしたホイールがこちらです。はい、まあ、これはもう先いろいろなところ露出してるんで、まあそうね、まあ、見たよっていう方もいらっしゃると思うんですけど、はい、やってまいりました、はい、HRE のこれ去年出たんでしたっけ。これね2021年にアップデートされた感じ、はい、昔あったやつが廃盤になって2021年に、22インチまでできますっていう形でアップデートして再登場みたいな、はい、モデル名を教えてください。 544C です。というわけで、はい、もう往年のメルセデス、もうスタイリング2持ってこいのホイールじゃないですか、はいはい、あのこれが最初ゲレンデがなんかで多分プロモーションHRE、そう、 G63 で22インチ履いて、はい、でそれと一緒に CLK のカブリオレ、はいはいはい、もうザ・シルバーみたいな、はい、も出てた感じ。もうそれを僕見た瞬間に、はい、光年式にはめたいと思ったんですよわかります、はい、あの、はい、ゲレンデももちろん光年式ですよ、はい、けど世代とデザイン合ってるじゃないですか、うんうん、じゃなくって、うん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 、もう最新の世代の車にこの往年のデザインをもう入れたいと思ったんですよ、はい、で今回実車がこう完成したわけじゃないですか、はい、だからもう興奮が止まらない感じです、はい、で今回ご紹介させていただいたこの544、はい、あの C と C じゃないのがあるんですよね、うん、でそれが微妙なこのリムの違い、そう、カールリップの C かな、この ここの感じが違うんです、ね、アウタリムの、はいはい、で今回 C ということで、はい、ここがちょっと厚めに見える感じ、うん、はい、まあ、HRE は基本的に J リップって言われるのとカールリップっていうのがあって、まあ、そのサイズによったり車によったり選べる選べないがあって、で今回のホイールはカールリップの C です。これめちゃくちゃいいっすね。これめちゃくちゃいい。これ世代がまあドンピシャな方には、うん、お懐かしいねって感じだし、はい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 、あの若い方には多分新しいデザインとして入ってくるんじゃないかなと、はい、うん、でもうデザイン完成されてますよね。デザインが完成されてる。もうこれ以上ないですもんね。ない。微妙にここがラウンドしてたりとか、もうピアスボルトの出し方も、うん、いい意味で懐かしいというか、そうね、はい、そう、逆反りの正反り、はいはい
なんかはい、ちょいダサじゃないですけど、なんかこうとんがってないというか、かっこつけてない、往年のピアスボルトの打ち方、はいはい、そしてここには HRE って入ってて、はい、いいですね、このなんかこうサイズ感というか、うん、配置もそうだし、うん、そう、だからその一番最新の、まあ、これ例えば 203C クラスとだと、はいはい、もうその世代のそのまんまみたいな、はい、ただ、まあ、こういう232の SL とか例えば223の S とかそういう現行ド現行の車にこういうのを持ってくるとすごくかっこいいなって。だこれができるの HRE すごいなと思うんですよ。そうなんですよ、 HRE じゃなきゃできない。パトデのなんか新興メーカーがこれやったら異端な感じというか、うん、するじゃないですか。 そう、それをこの歴史のある今年75周年でしたっけ、45周年、はい、はい、今年45周年 の、 この歴史のあるホイールメーカーがやってくるっていうのにすごく意味があるんですよ、はいはい、そして今回サイズ的には22です。これは前後、あ、前後22、はい、あれ純正は1インチアップ、純正は20インチ21インチがあって、はい、でブラバスとかあとマンソリーはなぜかフロント21リア22ですよね、はい、っていう履かせ方ですけど、はい、今回は前後同サイズという、はいはい、同じインチで履かせてると、はい、ただもちろんそのパンパンな感じはありますけど、うん、でかすぎる感じはしないですね。そうそう、だからこれ結局この車が納車になったのが今年の1月か去年の年末でホイール履きたいみたいな話になって、僕がこのホイールをオーダーしたのが今年の1月で、その時点でブラバスも出してない、マンソリーも出してない、出してないけどホイール頼まなきゃいけない、あ、参考にするのがないってことですか。そうだいたいああいうのを参考にして、はいはい、ちょっとこう触ったりして、はい、想像の中どうしたんですか。で、はい、車はたまたま車がうちに商品車があったんで、はい、とりあえずノーマルの状態のスペックとかは測りました、はい、インナー、まあ、僕が一番気にしたのはインナー、はい、内側がどうなってるか。そう、キャリパーは、まあ、データ測れば絶対ホイールその逃げるようにメーカーが作ってくれるんで全然心配はないけど、インナーのデータって車種によってメーカーも持ってたり持ってなかったりするんで、はいはい、キャリパーは逃げたけど内側でヒットみたいな。あ、なるほど。これが一番もう最悪なパターン。確かに、ホイール来ました、つけました、はい、つきませんみたいな、はい、もうキャリパー逃げるどころか中で当たるみたいな。確かに確かに。だからそれだけは嫌だったんで、はい、とりあえずその純正データをびっちり測って、はい、であとは勘勘って言わないです。長年の経験って言ってください。経験と勘、はいはい、別名勘、はい、で仕上げた。そう、周りにはもうピッタンコで入ってますね。もちろんスペーサーも入ってません。当然ですよね。当然スペーサーも入ってます。というわけで、はい、いや、経験からくる別名勘で本当に嫌だった。本当に嫌だ。でもそういうドキドキってやっぱりこうピタッとはまった時のこの感動というか、そうね、まあ、別格ですよね。確かに、確かに。というわけでもうじゃあ SL43 もバッチリですね。バッチリです、はい、そしてフィニッシュは、はい、これサテンのブラックセンターディスクのサテンなんで半ツヤですね、はい、そしてアウターがグロスブラック、グロスブラックリムで、まあもちろんこれも例えばセンターディスクシルバー、アウターポリッシュ、はいはい、もしくはセンターディスクブラッシュのクリアでアウターポリッシュっていう、はい、その要は往年のクラシックなフィニッシュっていうのももちろん考えた、はい、ですが、まあ、今回その新しい車一発目だしボディーカラーこれだし、はい、やっぱ分かりやすくこれでいった方がいいかなと。なるほど、うん、いうのでこのフィニッシュにしました。なんでシルバーにしなかったんだみたいな HRE の、 あの本国のコメント入ったけど、あ、見ました、はい、あの HRE のインスタグラムにこの写真投稿されてたんですけど、そう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 、海外の方からコメントがバーってついてて、うん、あれなんでシルバーじゃないの、なんでシルバーじゃないのいろいろついてたんですけど、やっぱりみんな期待するとこは往年通りの、そうそう、ね、多分土定番の組み合わせを期待してたんだと思うんですけど、はい、そんな期待通りのは作らねえぞ、はい、ただその辺を行くぜということで、はい、今回この黒と、はい、だから本当に最初に言ってた通りそのブラッシュドとか往年のスタイルもいいんじゃないかなって、うん、全然はい、ありだと思います。というわけでこんな感じだった、はい、そして皆さん気になるところ、はい、低すぎます、はいはい、ここは、はい、あの僕知ってるんで、はい、あえて言いますけど、はい、あのマル秘加工で、そうす、企業秘密です、はい、企業秘密でローダウンしてる、はい、墓場まで持っていきます、はい、なんであの SL43
多分どこも世界中どこもローダウン多分まあできないですよね。はい、できません。ご相談いただければ、はい、名古屋店だったらできると、まあ、ご相談の上に、はいはい、でこれで走れるんですもんね。全然走れます。あの PV も撮影しましたし、はい、あとはあの撮影するのイベントに持ってたりとか、はいはい、写真撮影に移動したりもしましたけど、できます。全然走れちゃう、はい、ということですごいですね、はい、で純正でエアサスとかの設定もないんです。ない、そう、今回は SL、43アメリカ55日本ヨーロッパ63とアメリカも63もあるけど、で全部バネ車です。なんで今までみたいに ABC でピュッみたいなとかエアサスでビュッて上がるのはないので、どっちにしてもだから逆にリフターがオプションか。あ、なるほど。63とかはフロントリフターが純正でオプションであったりするけど、43はでもリフターもない、ね、43はリフターもない、はい、というわけで、まあ、ずっといろいろ足回りとか触ってきた経験もここ生きてるんじゃないかな。はい、こんな感じの足元になっております、はい、タイヤサイズも結構微妙。あ、タイヤサイズ強烈な触れておきましょう、はい、フロント285-3022、はい、というわけでこちらのミシュランが入ってる、はい、これタイヤ的にはあんまり選択肢はさすがにあんまりないですよね。22になると、そう、純正で20インチより21インチが外径が大きいのね。なるほど。そもそもそっちに合わせてある。で21インチよりも正直今回のセットアップは少しだけ大きい。なるほど。だけど微妙な、そう、微妙に大きいので、まあ、そういう意味ではギリギリ入ってるか、まあ、そこを変えすぎちゃうとちょっと車のバランス、そう、はい、そうね、見た目のバランスだったり走行のバランスだったり狂っちゃいますから、ね、うん、まあ、その辺絶妙に合わせて今回この285-3022が装着されている、はい、そしてあとはここです、はいはい、これイベントだったりだとかもしかしたらインスタだったり写真で気がついた方もいらっしゃるかもしれないですけど、はいはい、純正黄色だったんですよね。そうです。でこれ今回最終的にプラッティングシルバー、はい、プラッティングシルバーででペイントして、はい、黒の MG ロゴを入れてあるんですけどほぼ見えまあデザインがデザインですからね、はいはい、まあ、黄色は黄色でワンポイントのこのアクセントになっていいかなっていう感じもしますけど、黄色が他にないんですよね。黄色が他にない、例えばインテリアで黄色使ってるとか、ああないないないです、はい、とかステッチが黄色であるわけでもないし、なんで今回はシルバーに塗って統一感が、はい、はい、だ逆にホイールがあの際立ってそう、はい、あのなんかすごくこうすっきりしたよね、うんうん、黄色の時は、まあ、土も見てもらっているけどなんか黄色がすごい主張が結構強かった ね、そっちにこう視線がいっちゃう感じしましたけど、今回はシルバーにしてホイールが際立つようになっていると、はい、そして後ろに行くと、はいはい、そのままのサイズ、そのままのデザインのまんま、はい、リムが結構取れてます。取れてますね、はい、どのぐらいでしょう。これがね 3.5 だったかな。割と深リムな感じの、はい、アウターがきっちり取れて存在感あります、ね、はい、リアは335入ってます。だこれも浅すぎてもおかしいし、うん、深すぎてもものすごい改造車感出ちゃうじゃないですか。だここも絶妙に、絶妙に、そして出面も、はい、これも感感というわけで後ろも、後ろでも逆にあのアームの形状的にフロントよりかはインナーが気にしないですよね。するんですか。この車に関しては問題はない。なるほど、はい、あれ4段ブレースもついてるんでしたっけ。ついてない。あ、ついてないでしたっけ。63はついてるのかな。あ、そっかそっか。じゃあそこの辺は気にしなくてもいいですけど、はい、まあ、リアに関してもその可動域があるんで、うん、まあ、その辺も計算して今回これがセットアップされてる、はい、じゃあ最後になりますけども、はい、いやもう今回待ってましたの組み合わせなんて。そう、本当はきちんとした、まあ、カーベイの HS なり H&R なりダウンサスを待ってる本当は。ただいくら経っても出ない、あげく63が先出たみたいな感じになっちゃったんで、はい、まだまだしばらくかかりそうな気配があって、でオーナーさんが実はこれ新潟県なんです。あ、そうなんですか。そう、はい、で新潟県なんで、はい、雪が降り出しちゃうと、はいはいはい、もう引き取りも行けないし、はい、車を出すことがなくなっちゃう、はい、なんで下手したら来春まで、あー、なるほど、このタイミングを逃すと、はい、来春まで何もできない、うんうんうん、どっちにしろ冬の間は乗られないですね。そう、乗られない、はい、ってなるとホイール来てるのに尺じゃん。確かに車が出せないがゆえに、はい、できない。確かに。っていうのは、はい、っていうことで今回急遽よいしょって車高下げることを決めたっていうのが、ボンド名古屋テクニックでローダウンされているということで、はい、他で不可能なことを、はい、もしかしたらボンド名古屋だったら可能にできるかもしれないということで、まあ、何かお困りの際は、まあ、4さんだけに限らず、はい、いろいろご相談していただけるといいんじゃないかな、ね、あとは今回この544の可能性をすごく感じました、うん、ああそう、だアメリカに、ね、223に入ったりとか結構いろいろやってるんで、まあ、他にもあのメルセデスの最新の車種で
マイバッハとかもいいかなと思いけるかもしれない24もできるんだっけな、ね、あ、そうなんですか。なんかでっかいのもできるんで SUV とかも、まあ、ゲレンデに履かせてるぐらいなんで SUV のも対応してるんで、まあ、そういう車にも履いてもい S クラスマイバッハとかあいいといいですよね。あとは往年のだからあの東京店でちょうど R107 とか、はいはいはい、ああいうもう年式とホイールデザインがぴったんこの組み合わせとか、うん、あとはもう誰も思いつかなかった組み合わせも今後出てくるんじゃないかなっていうふうに、かなり期待値を今回上げる組み合わせだったな、はいはい、そんな風に思います。というわけでもうそういった面白い車、はい、かっこいい車いろいろ発信していきますので各種 SNS のフォローとボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。